ルイス・アレグザンダー・マウント・バッテンは、イギリスの軍人で貴族。初代ミルフォード・イコール・ヘイブン公。ドイツのヘッセン対抗家の冒険・バッテンベルク家の出身で、ルートビヒ・アレクサンダー・フォン・バッテンベルクと名乗っていたが、第一次世界大戦時の反ドイツ風潮に鑑みて、英語風の加盟・マウント・バッテンに変更した。当時オーストリアの軍人だったアレクサンダーと、妻ユリア・ハウケの長男として、 フラー,アーツで生まれた。父がイタリア独立戦争に従軍し、オーストリア軍が占領した北、イタリアに滞在していたため、幼年期は北イタリアとヘッセンの父の居城、ハイリゲンベルクで育った。母ユリアは子供たちにフランス語を教え、また、イギリス人の家庭教師がついていたため、ルイスラ兄弟たちは自然にドイツ語、フランス語、英語を介するようになった。 重慶ヘッセン大国を制しルートビヒノヒアリスがイギリス王女であったこともあり、自然とイギリスへ渡ることを考え、14歳でイギリス海軍に入隊。イギリス王大使、アルバート・エドワード夫妻の地中海、国会クルーズに同行したことから、アルバートと懇意にするようになった。ルイスは自身の能力を示すために軍事作戦に積極的であり、 そして海軍内での出世に熱心だった。1912年には第一海軍教にまでなるが、彼のドイツ貴族としての称号とイギリス王家とのつながりが軍内では敬遠される傾向にあった。しかもドイツ人としての出自すら、礼遇の対象となっていたため、1914年にルイズは退役してワイト島に買った自宅検とハウスに引きこもった。 1917年7月14日、ルイスはバッテン、ベルク家の称号の放棄とマウントバッテンへの加盟変更を表明。3日後の7月17日、ジョージ5世により、ミルフォードイコールヘイブン公爵を受釈された。ルイスと妻ビクトリア、そして当時すでにギリシャ王子アンドレアスと結婚していた長女、アリス以外の彼の子供たちは、イゴマウントバッテン姓を名乗った。 アリスの一人息子で、後のエディンバラ公フィリップは、ギリシャとデンマークの多い継承権を放棄して、英語名を名乗ることになった1947年、母の実家の加盟を取りフィリップ・マウント・バッテンとした。第一次世界大戦の間、ルイスは、ギリの妹たち、ロシア大公妃エリザベータと、ロシア皇后、アレクサンドラの二人をボリシェビキに殺された。エリザベートの遺体は長い旅の後、 1921年1月に生前の彼女の希望通りにエルサレムで埋葬されたが、ルイス夫妻はその場に立ち会った。戦後の1919 19年、ルイス一家は財政的事情の悪化からケントハウスを手放さなければならなかった。彼は海軍時代の勲章を打った。ロシアに投資した財産はボリシェビキ政府により無効とされ、ドイツにあった資産も ドイツマルクの驚異的なインフレーションで価値が全くなくなってしまった。1920年には父アレクサンダーから相続していたハイリゲンベルク城も売却した。1921年、ルイスはインフルエンザにより死去した。ビクトリア女王の紹介により、ヘッセン大公女、ビクトリア・アルベルタと1884年4月に結婚した。 彼女は、重慶ルートビヒ四世大公とアリスの長女で、幼い頃から互いを知る間柄だった。ビクトリアとの間には4個を設けた。ありがとうございます。